いやー申し訳ない。いやーだいぶ遅くなってしまいました。んー今をね、6月も終わる今何日よ。ただいまの日程6月の27日でございます。もうね、6月もね、あと28、29、30、あと3日で終わっちゃうんですよ。3日で終わっちゃうのに、ごめんなさい、5月の買ってよかったものをご紹介してなかったです。本当にすいません。はい、もう本当に急ぎ足というか、いつもね、本当は月初にやろうと思ってるんですけども、それ完全に忘れてしまってたので、申し訳ないっていう気持ちも含めながら、ちょっと今回はね、やっていきたいと思います。今回は、5月買ってよかったもの、5月中だから5月の1日から5月の31日までに買って、うわこれ買ってよかったなって思うものをね、ご紹介したいと思います。ちゃんとね、6月買ってよかったものに関しては5月のね、あ、違う、5月じゃない、7月のね、頭にやりますので、もうちゃんと本当に忘れずにやりますので、今後もよろしくお願いします。ということで、5月の買ってよかったものご紹介していきます。毎月ね、3つか4つかね、買ってよかったものをご紹介してるんですけども、今回は3つですね。今回3つ買ってよかったものがありました。まあでもね、 YouTube でも紹介してるものも多いので、多分皆さん知ってるとは思うんですけども、まあ、復習がてらというか、ちょっと小ネタも挟みながら、ご紹介したいと思います。ということで、買ってよかったもの、まず1つ目はですね、こちら、ででん、モバイルバッテリー。多分ね、これ見てくれてる方もモバイルバッテリー買ったよって方がいらっしゃると思うんですね。コメントとかでこっそり教えてくれるとめちゃくちゃ喜んでます。はい。で、このね、お報いのモバイルバッテリーですね。で、これどういうものかっていうと、裏側にね、コンセントがついてます。ちょっと寄りましょうか。はい、裏側ね、ここね、裏側、ここにコンセントがついてます。ちょっと取り出しにくいんですけども、こうやってね、コンセントに直接挿すことができます。で、ケーブルがね、1ライトニングケーブル、マイクロ USBUSB-C と3つついてるので、まあもう本当にこれだけ持っていけば、わざわざケーブルを持っていくことなく、充電することができると、そういった形になっています。で、まあそういうコンセントにさせるっていうところがやっぱり魅力的で、僕はこれ買ったんですけども、たまたま、まあケーブルもついてきたっていうようなイメージだったんですけど、まあこれが非常に便利ですね。これ1台何でもできちゃうので。で、容量は1万ミリアンペアです。1万ミリアンペアなので、 iPhone もね、だいたい3回、 iPhone X だったら 3.5 回ぐらいかな、フル充電できるかなと感じです。で、正直ですね、値段も3000いくらとか4000しないぐらいの値段だったので、まあ安いですよね。まあコンセントがついて、ケーブルがこんなについてて、容量もあってだったらもうちょい高いかなと思ったんですけども、まあ4000しないぐらいの値段だったら結構お手頃だなと思っちゃいました。あ、でですね、コメントで、ここのね、ケーブル断線しませんかっていうコメントが、まあ来たんですね、いただいたんですけども、今んところないです。コンセント断線したことないです。まあなんですけど、僕の後輩がね、まあ僕の動画を見てこれを買ってくれたらしく、で使ってたんだけど、普通にこの自分が力を入れすぎて、このね、ライトニングケーブル引っこ抜いちゃったって言ってました。それはね、さすがに引っこ抜いたら使えなくなっちゃうので、そこはね、注意って感じです。で、ただ、まあ、このね、3つのケーブル、万が一引っこ抜いたりとか使えなくなってしまったとしても、ここにね、USB ポートちゃんとありますので、自分のね、持ってるケーブルで充電することもできます。なのでね、まあそこら辺は、まあご安心をって言い方はあれなんですけども、まあそういう方法もあるので、まあ買ってそうはないかなと思います。ぜひね、まだモバイルバッテリーちょっと決まってないよっていう方がいらっしゃれば、買ってみてください。結構僕の動画や記事でも反響があった製品でした。お報いのモバイルバッテリーでした。続いて2つ目ですね。2つ目、これはね、多分ね、動画で紹介してないんですけども、こちらのね、オズモポケットのアクセサリーですね。で、2つ目というか、もうセットで考えちゃってるので、2つ目がね、もう2種類あるんですけども、このね、蓋の部分、オズモポケットの蓋の部分と、このね、なんていうんだろうね、これ、ドックっていうのかな、うん、みたいなんです。でですね、オズモポケット、これどういうカメラかっていうのはもう散々紹介してきてるので、今更細かくは紹介しないんですけども、まあこういうね、電源をつけたら、こうやってね、なんだろう、ここがジンバルになってて、ぬるぬる動くと、そういったカメラになっています。かなりね、画質もいいので、僕はすごく気に入ってるんですけども、ケースがね、今まで全面ケースだったんですよ。ガポッとはめて、こうパチッと止めないといけない型のケースだったので、ちょっとね、それだと取り出しにくいというか、いざ当たるぞっていう時に、ちょっとね、機動力が失われるってことがあったので、このね、上のレンズの部分だけをね、保護するカバーを買いました。それとあと、ここの下の部分ですね。これね、ドックっていうのかな。これ何かっていうと、このね、三脚ネジがついてるんですよ。ここに。三脚ネジ。なので、オズモポケットを、まあ、例えば三脚とかにつけるときに、ここにね、くるくるくると回して、三脚にプチッとつけることができると。そういった形になっていて、かつですね、これをつけることによって持ちやすさも良くなるんですよね。いつもね、これだけだとね、どうしてもちょっとね、ここの小指が余っちゃって、
なんか持ちにくいなと思ってたんですけども、これをつけるとね、小指がねぴったり収まっていい感じです。とこれね、そのままねここにこうやって立てることもまあできはするんですけども、やっぱ不安定なんですよね。なんですけどこれをつけておけばまあちょっと安定すると、そういった形になっています。でね、これちょっと不思議なところが、これ不満点なんですけど、オズモポケットってここにね USB-C のポートがあるんですよ。でここにね、まあ、USB-C をプチッと挿して充電するという形になってるんですけども、このねドックの方をつけたらこのねサイドに USB-C のねポートがあるんですよ。なのでここで充電できるのかなと思ってここに挿してみたんですけど、なんかね充電できなくなっちゃいました。 もしかしたら最初からできなかったのかもしれないんですけども、すいません、充電できると思ってたんですけども、なんかできなかったんですよね。この商品だけの不良かどうかわかんないんですけども、まあ、正直ちょっとあんま使ってなかったので僕はこれだけでも満足してます。ということで、もしねこの USB-C のポートがどうしても欲しかったんだよって方はね、ちょっとね購入注意って感じです。ということで買ってよかったもの2つ目は、まあ、セットなんですけども、このねオズモポケットのカバーとこのねドックの部分、ドックっていうのかな、わかんないけどこの部分でした。はい、で最後買ってよかったもの3つ目がですね、こちらですね。この動画でもご紹介しましたここのマウントアダプターです。マウントアダプター、これねライカ M マウントのレンズなんですけども、これもね動画で紹介しているフォクトレンダーの 40mm f1.4 というレンズですね。これめちゃくちゃ気に入ってます結局。でこのレンズを α7 シリーズとかソニーの E マウントにつけれるように、このねマウントアダプターっていうのを返さなきゃいけないんですけども、そのね普通のマウントアダプターだとどうしてもね最短焦点距離が長くなってしまうので、まあここをくるくるくると回して最短焦点距離を近づけられる、まあ特殊なマウントアダプターを購入しました。ちょっとねこれについては詳しく動画で見ていただければ嬉しいです。はい、で実際ねこれを使うようになってから、まあめちゃくちゃ撮影の幅広がりました。本当にね近づけるようになるだけで、なんだろう、いろんな被写体を撮れるようになるし、それこそテーブルフォトも撮れるようになるし、もうめちゃくちゃ便利です。でちなみになんですけども、テックアートっていうメーカーさんからそのライカ M マウントをソニー E マウント用に変えるマウントアダプターがテックアートさんが出てるんですけども、まあ、これと同じようなやつというか最短焦点距離が短くなる、かつマニュアルフォーカスのレンズを強制的にオートフォーカスにするっていうね、もう悪魔みたいなレンズが売ってまして、それもねちょっと気になってはいます。まあ、気になってはいるんですけども、写真では使えるものの、やっぱね動画ではちょっと使えないみたいなので、そこはどうかなと思いつつも、やっぱりね若干気になってはいます。どうしてもねこうやってね、なんだろう、左手で持ってるものをこうやって撮るときに、こうマニュアルフォーカスだとこうやってね左手が使えないので、オートフォーカスがないと撮影できない場面っていうのがたまにあるんですよね。そこにちょっと使いたいなと思って、そのテックアートさんのは気になっていますが、正直これでも十分ですし、テックアートさんのやつの半額ぐらいなのかな、1万ちょっとで手に入るので、今ねライカ M マウント用のレンズを持っていて、かつα7-2 とか α7-3 とか E マウント用のカメラ本体につけたいよって方はね、ぜひこれをチェックしてみてください。焦点っていう焦点工房さんのオリジナルブランドかな、焦点っていうブランドのマウントアダプターでございました。はい、ということで5月買ってよかったものはこの3つですね。モバイルバッテリーとオズモポケットのアクセサリーとマウントアダプターと、そういった形になっています。ほんとね、ほんともうめちゃくちゃ遅くなっちゃって申し訳ありません。6月買ってよかったものに関しては7月のね頭、わかりました、約束しよう、10日までには出すようにしますので、ぜひねまた楽しみに見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとはい、 Twitter、LINE、Instagram 等やっておりますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、見てくれてありがとうございます。